ピアノフォルテとは、繊細な声から力強い声を美しく表現する者たちという意味を持つ演技集団である。アイル、はい、PSTV セカンドシーズン、セカンドシーズン、あ、そうか、スタジオ変わったからだね。そうなの、スタジオ変わって、はい、第一発目、はい、ちょっと気分一新で、はい、やっていこうと思います。新装回転 PFTV 第18回転まあまあそういうものだね、まあ、だけど、まあ第18回目、通算、はい、通算第18回目放送です。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで始まりました。はい、あ、18回目です。18回目ですよ。今、なんか19回目って話が、生の卵によるトークバック。いや、びっくりした。ちょっとね、神の声出して内場の話は。で、改めまして、君は誰なんだい。あ、で、あ、ということで、いや、僕、あ、まず、あ、はい、今日の、パーソナリティは、はい、私、ブラウンとカノと MJ が、はい、お送りしまーす。お願いします。よろしくお願いします。20分間の、トーク番組、よろしくお願いします。トーク番組、はい。今日はですね、はい、劇団、いつもお世話になってます、はい、劇団シアターウィークエンドさんの、はい、代表の松本義臣さんからの直々のインタビューで、はいはい、そうなんです、あ、僕行ってきましたけどね、この間、ああ、はい、前回、前回、前月、先月、そうですね、まあ、まあ、先週ですかね、うちの MJ、はい、うちの MJ が、うちの MJ が、うちの常務みたいな感じで、うちの MJ が、ちょっとインタビューに行ってまいりまして、直接、嫁っていうか、会社の上司みたいな扱いをしたつもりなんだけどな、稽古場に行ってきましたですね、はい。ちょまあ、いろんなある話ない話いろいろ聞いてない、ある話しか聞いてないけど、はい、聞いてきたわけで、そちらの、まあ、VTR と、はい、それとあと、関係者の皆様申し訳ありません、前回ね、ちょっと前回放送できなかった、そうですね、2月に行われた、はい、愛知ポップカルチャーフェスタ、はい、通称ポップカルの、はい、まあ取材してきましたので、はい、カノとブラウンが行ってまいりました。でもちょっと行ったけどね。ちょっと行ったけど、うん、今日は出ない。今回は、いません、はい。いませんから。MJ さんみたいな方はここでちょっと。あ、見たい。いらないって。いらないって。こんな感じで。いるよ。いるし。いるし。あ、もう早速書き込みいただいてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。照明フラッシュもですね、今日は、ちょっとまあ、若干、そうですね。照明帰りました。そうですね。帰りました。帰宅です。早退しましたので、申し訳ない。申し訳ない。声が遅れて聞こえてくるのは使用か。あ、そうなんですかね。何ディレイかかってるの。まさかの。あれ使用おかしいな。声が遅れて。聞こえてみたいな、そんな感じですかね。なんだ今の、今の間は取るべきだったの。そういうネタがあるじゃない。これは大丈夫なんですか。多分大丈夫だって。大丈夫らしいです。大丈夫らしいです。多分そうやって聞こえてるから大丈夫じゃない。まあちょっとこんな感じでちょっと勘弁してください。よろしくお願いします。まあそういうわけでですね。はい。まあ VTR 2本立てでちょっと豪華版で、はい、編集大変でした。そんな内輪の話はいい。そんな内輪の話はいい。私たちがしたわけでもないのに。そう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 。リーダーが頑張ってくれました。主にリーダーがね、はい、主にリーダーが頑張りました。そして、はい、まあということで、もうさっさと行けて。さっさと言いましょうか。行けて。ということでまず第1弾、はい、劇団シアターウィークエンドさんのインタビュー映像。はい。ということで、準備の方は大丈夫ですか。大丈夫かな。では、いいと思う。スタート。シアターウィークエンドさんの。スタジオからお送りしております。はい、ということで、去年ですね、毎月のように、毎回来てゲストに来ていただいたウィークエンドさんなんですけれども、今までは劇団員さんだったんですが、今回は劇団のなんと代表の松本さんに来ていただいています。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけでまずですね、今回また新しい公演が、発表されたわけなんですけれども、はい、はい、まずは昨年の、なんと毎月末公演、毎月末公演というのをされていまして、そちらを終えられて、いかがでしょう。そうですね、実はすごくしんどかったんですが、わかります、そんなこと初めてで、で劇団シアターウィークエンドっていうぐらいで、週末にはせめてお芝居をやっていたいっていう、はい、そのことで、今年からですと8年前に、38年前に、スタートしたんですが、はい、一度も毎週末に公演をできたことはなかったんです。じゃあせめて、月末の週末にやろうっていうんで、はい、去年はですね、もう毎月月末の週末にはやってたんですが、はい、全部で8本やったんですが、その中で、1本は蒲郡東高校でちょっと行ったのを含めますが、それを入れて8本中5本僕が演出しておりましたから、とにかく、もう生きた心地がしないぐらいに
しんどかったんですが、まあ、すごく疲れたことは疲れたんですが、はい、心地よい疲れっていうんですかね、なんかこうやり遂げたっていう、そういうこう疲れがね、はい、心地よい疲れが残ったんで、はい、まあ去年は良かったかなって思いました。そうですね、はい、今回はですね、ちょっとこちらにチラシがありますけれども、まあ、街というタイトルで、はいはい、今度の5月のですね、ゴールデンウィークにあるわけなんですけれども、まずちょっとこの街という、まあ、タイトルの芝居なんですけれども、作が奥様東田真紀さんが作詞、はい、作っていらっしゃいまして、はいはい、この簡単なあらすじのようなものをお願いしたいんですけれども、はい、まあ、大きく3組の夫婦が、はい、出てくるんですが、その3組の夫婦がこう40年にわたって、まあ、いろんなこう人生をそれぞれが歩むわけですね。で最終的にはその3つの家族が錦糸町の江東楽天地っていう、はい、今東京スカイツリーですね、あれのすぐそばが、はい、まあ、舞台になって、あと、まあ、ニューヨークのセントラルパークですとかもう舞台になるんですけれども、主にはその錦糸町会社会、ということで、その3つの家族がどういうそのドラマを展開していって最後はどうなるのかっていうのが、まあ、大きい流れなんですが、はい、あまり詳しく言っちゃうと、そうですね、ちょっとあれしちゃうっていうか、そうですね、でまあそういうこう家族の人情とか情愛ですとか、そういうのをテーマにして、はい、まあ人間って捨てたもんじゃないな、結構あったかいもんだなっていうことで、まあ今回その大変な東北関東大震災が起こったわけですけれども、まあそのうちひしがれて家も何もかも全部なくなっちゃった方もいらっしゃれば、まあその亡くなっちゃったけど生きてらっしゃる方もいらっしゃれば、はい、で亡くなられた方には本当に心からご冥福を、ね、お祈りしたいと思うんですが、はい、そういう中で少しでもこれから僕らにできることは、まあ、行ってこう自衛隊みたいにその労働力でその貢献することもできませんので、はい、せめて僕たちにできることはやっぱりこう明るい元気になるお芝居を作って、そして少しでも日本を明るくすることによって、まあ、少しでもこう元気になるための貢献ができるんじゃないかな。そうですね、でプロ野球選手はプロ野球選手で、はい、野球で明るく元気にしてもらったり、はい、お相撲はお相撲でやってもらったり、まあちょっと持ってるぐらいですかね、だからそれぞれの得意分野でどうやったら復興にこう貢献できるか、うん、もう東北関東のその被害に遭われた方々が少しでもこう元気になっていただけるかなっていうので、まあ、僕らはたまたま芝居でその明るく元気になる人の情心がそのあったかいものとして通じるその芝居を今回作って、それで少しでもですね、まあ、貢献できればと思っています。なんかそういう舞台セット的なものはどうなんですか。もうやっぱりね、そのじゃまあ、貧乏劇団ってこともあるんですけれども、あんまりこうバッチリ飾り込む舞台ではなくて、なんかこう一点主義、例えば焼き鳥屋が出てくるんですけど、そこはまあカウンターと椅子と、からビールケースになんか椅子、そばとないですね、一点も焼き鳥屋風みたいな、それで看板に焼き鳥へんぺこっていう看板が出れば、もうそこは誰が何と言っても焼き鳥屋なんです。焼き鳥屋に見えようが見えまいが焼き鳥屋なんだそういうまあ強引な手法で、でまあ、最初はダンスホール、今から40年前のダンスホールからね、始まるんですが、そこは誰が何と言ってもダンスホールだぞという感じでスタートします。でまあ、今回も多分ウィークエンドさんといえば、なんかちょっと若干ミュージカル的な部分も出てきたりとかするんですが、はいはい、今回は歌が、ありますよ、3曲最初は、まあ、シンガーソングライターで有名 な名古屋のね、はい、山名俊治さんという方の「僕の街においでよ」とか、はい、それからあとオリジナルの「メイクアスマイル」っていうのをニューラリットさんに作曲してもらって、東山家の作詞なんですけど、はい、あと、まあ、途中はもう一曲ありますし、あとハミングで口ずさむのを入れたら5つぐらいしたら、ね、ありますね。もしかしてそれもまだ踊りとか振りがついたりとかも、それは最後だけちょっとつけようかなと思うんですが、
結構劇団の皆さん大変だった稽古とかあの拝見してるとセリフを覚えなきゃいかんわ振りも覚えなきゃいかんわ、振りも覚えなきゃいかんわね、それからウィークエンドの場合は転換もベンチを入れたり出したりするのも、はい、それからセットをちょっと模様替えしたりするのも全部役者が、そうでしたね、出てる役者が、はい、そこでそのちょっと手が空いてる人が、じゃあここはベッド出そうとか、あの、うん、何々ね椅子を出そうとか、じゃあこれ履けようとかっていうのは全部自分たちでやってますから、はい、専門のスタッフっていうのがいないんですよ、うん、それはまあ一つのこういう小劇場をやっていくあの劇団としては当然のことなんですが、役者はもちろんのこと、その魔法もかけた方がいい、で照明もオペはできた方がいい、音響もできた方がいい、はい、もうあのだからスタッフができる役者、役者のできるスタッフを育てて、両方の気持ちがわからないと、私は役者でございってスタッフなんかやってられないよっていう感じじゃダメだから、うん、役者はスタッフの心が分かんなきゃダメだし、だから照明家も役者の心が分かんなきゃろくな照明できません、うん、だからそういうこう、まあ、両方できるあの劇団員を育てようっていうことはもう38年前から思っていましたから、かなりあのご自身松本さんが出演されるっていうのは久々な感じがするんですけれども、そうですね、それに対してのその意気込みというか、まあ、去年1年はおそらく声は出てらっしゃったんですけれども、芝居としてあの舞台に立たれるということはなかったんですが、あの演出って相当ね体力使うし精神力も使うんですよね、はい、でもうヘトヘトになりますから、そこでまあそれに集中するためには役者も出たいのもいくつかあったんですが、まああの音吉はちょっと出たんですけど、あ、はい、あの蒲郡東高校でやった時は自分も出て演出したんですが、その他は全部前演出にあの専念したわけですね。そうですね、で、はい、今年は5周年でもあるし、その客演の方もちょっとお願いして、はい、で、あの5周年というか、特別なね、はい、あの外部での公演でもあるし、だからちょっとその辺は、僕もちょっと出てみようかなと思って、はい、でまあ、東田が勝手に書いちゃったもんですから、そうなんですか、あの、あなたの役書いといたわよっていうから、じゃあもう出るしかない、出るしかないっていうね、セリフは少なめにしてよって、あのセリフ覚え悪いですか、